はい、ホワイトベースではですね、はい、納車教習というのをやってます。もちろん当店でお買い上げいただいた方オンリーでございます。これは申し込みいただいてもですね、今のところ他の そのお客さん以外にはやるサービスっていうのはちょっと用意してないんですけども、うちでお買い上げになる方っていうのはですね、初めてバイクに乗る、久しぶりにバイクに乗る、バイク前乗ってたけども大きいバイクに乗るのは初めてだという方がほとんどです。で、初心者の方、初めての方、久しぶりの方、自信のない方っていうのをですね、全面的にホワイトベースでは応援いたしております。で、そうした方々を対象にですね、納車の時に私が一緒に走らせていただいてですね、走行する上での注意点等について、話したり質問を受けたりしながらですね、30分ぐらいの走行練習をして、で自信がついたところで行ってらっしゃいというようなサービスです。何をするかというとですね、教習所で習ったようなことっていうのは今更やりません。で、その中で不安があること、例えば坂道発進とか希望があれば練習してもらえるような場所は紹介しますし一緒に行きますけども、それよりはですね、私が昨今の参考動画の走行参考動画の中でですね申し上げているような、走ってるとですね、いろんな局面があります。近くをちょっと走ってるだけでですね、これちょっと危ないな、ここ危険だったなっていうような瞬間というのはですね、10分も走れば数件起こってしまうんですね。ただそれが事故に至らないのは普段の皆様の心がけが一つ鍵になってくると思うので、そうしたことをですね、注意しながら走るというような感じのことをやってるんですけども、例えば見通しの悪いところでエンストをしてしまうとかですね、キックのバイクで交差点でエンストしてしまうとかですね、あとは対向車がはみ出してくるとか、子供が飛び出してくるとか、変な信号も武蔵村山いっぱいあります、はい、例えばどんな信号かというと、進行方向に対して信号があるんですけども、交差点のですね、交差する方の道に信号がなかったりするんですね。というのはどういうことになるかというと、青信号だと思って走っていくと普通に車がビャーンって出てくるんですよ。そんなところもですね、武蔵村山、私が知ってるだけで、3、4箇所あるんですね、はい、で知ってるだけってことは非常に狭い範囲でもそういったことはあります。ただそうした道路の世界にですね、これから羽ばたいていく皆様をですね、そうした中で多少なりとも、訓練って言ったあれですけども、アドバイスをすることで、少し自信を持っていただけたらなというふうに思ってます。教習の中でやってきた、散々やってきたことっていうのはですね、即実践で役に立つ有益なことです。ただそれを役に立てるか立てられるかどうなのかっていうのもですね、皆様の最初のワンステップっていうのは大事です。で、慣れてきたあたり、1週間2週間慣れてきたあたりが一番危険です。皆さん袖で事故る方がとても多いので、気を引き締める意味でもですね、ご希望の方はですけども、やらせていただいております。で、僕はですね、ヘルメットにビーコムつけてますね、はい、別になくてもいいんですけど、もし、ビーコム持ってればその時に私とリンクして喋りながら走ることができますので、別にこれ当店で扱ってるわけでも、なんかビーコムさんから何かいただいてるわけでも何でもないんですけども、もしビーコムお持ち、もしくは買う予定があるということであれば、高いんです、とっても高いんです。もう値段に関してはディスりますよ。私本当に買ったんでめっちゃ高いんですけども、便利です。とっても便利で、話しながら喋ると、話しながら走るとですね、非常に、勉強になるというかですね、私もアナウンスがしやすいので、自信につながるんじゃないのかなというふうに思います、はい、というわけで、ホワイトベースでは、初心者向けに納車教習というのをやらせていただいておりますので、もしうちでお買い上げの方、これから買おうかなと思っている方がいたら、親に見せてみるのもいいんじゃないのかなというふうに思います。で、もちろん、時々開催される地元の交通安全運動、警察がやってるですね、交通安全運動にもですね、ホワイトベースとして、大々的に参加を毎度させて、大々的にって言ってるんですけど、みんな行こうぜって言ってるだけですけどね、はい、オフィシャルで参加させていただいておりますので、そうしたところにみんなで一緒に行くっていうのもあるじゃないのかなというふうに思います。はい、どうぞよろしくお願いします。あと胸部プロテクターもつけましょうね、なるべく、はい、ありがとうございます。